はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、50円で買える折り紙ペイで濃厚アフルコンがお得なキャンペーン、レクサス折り紙ペイもスタートということで、今回はローソンで使えるお得な折り紙ペイのクーポンが出ていましたので、まずそちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速なんですけども、こちらですね。割引バーコードを使って濃厚ミルクワッフルコーンが50円ということで、期間はここにもある通り、2019年の7月9日から7月の22日ということですね。詳細なんですけども、期間中先着40万名様で、お一人様1個まで数量に達ししない終了予定ということと、あとは他社が発行するクーポンとの併用は不可となっています。ということで、僕もですね、早速購入してきました。ローソンではこんな感じに、対象の濃厚ワッフルコーンの上にシールが貼ってましたね。そしてまあ無事に購入ができまして、僕の場合は折り紙ペイと銀行口座を紐付けをしているので、さらにそこから2円引かれて48円で購入できました。結構お得ですよね。まああとはキャッシュやクレジットカードと連携して購入したらさらにお得になりますね。そしてちょっと動画の尺的にちょっと短すぎたので、まあ、折り紙ペイに関するニュースがありまして、なんとですね、あの車のレクサスと折り紙ペイが合体して、レクサス折り紙ペイというサービスが7月の1日にスタートしたということらしいんですよ。まあ、今のところは全国の折り紙ペイ加盟店で利用可能ということで、こちらはレクサスのオーナーに限定スマホ決済ということになっております。まあ、今のところは支払いで貯まったポイントをレクサスのお店で新車や購入時などで利用できるということで、レクサスカードというのを所有している場合はポイントが合算されるということでした。いや、これちょっと面白いですよね。まあ、折り紙ペイの攻め方がまさかの日本の高級車ブランドに攻めていくという、まあ、今後も折り紙ペイから目が離せないなというふうに思いました。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。